はい、今日もあなたと役所天国、本日は10月23ってなんか祭日っぽい響きしますけどね、別に平日ですよね。9月の23黄色会社か。はい、ということでさあ何やるかと言いますと、雨がね結構ダバダバ降ってきて、さっき、ブロッコリー植えましたけどもね、とりあえずよれだけ植えてね、被膜はしてないんで、それは明日やろうと思います。明日晴れみたいなんでね。はい、ということでタアサイをね植えちゃいたいです。この間植えた一発目の続きでね、これ別のところですね。ここはちょっと短い、30メーターちょっとなんでね、2番手ね、まだ何トレ、あと3トレぐらいありますんで、タアサイねまだまだあるんで、とりあえずもうちょっと来週あたりからね、もうちょっと苗大きくしてから植えようと思うんですけど、これは一発目なんでね、もう植えちゃいますね。大きくなるとね絡んじゃうんですよ、苗がね。なので植えて、防虫ネットベータかけということで穴開けていこうと思います。もうね結構降ったりやんだりでね、ちょっとムシムシするんですけど、じゃがいもの隣ね、秋じゃがの隣、今のところねまあまあ見た目良さげですけどね。はい、よいしょ。さあ4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35。はい、とりあえずこんなもんかな。反対側開けていきましょう。さっき土砂降りまたね降ってきて、今ちょっと晴れてますけど、いつ雨降ってくるか分かんないんでね、こういう時仕事やりにくいですよね。えいでえいで、いやいや昨日マルチ張ったばっかだからデロンデロンでね、これ。いやいや今日はもうデロンデロンデーということでね、まあしょうがないんですけど、とりあえず植えちまわんことにはね。さすがにまたちょっと疲れが溜まってきていてね、今日はちょっとだから早めに家帰ってねゆっくりしようと思うんですけど、このところねちょっといろんなことでねちょっと心労がたたっております。体がやっぱりね資本なんですけど、いろんな問題を抱えるとねまあ大変なんですよ。この辺まで、はい、はい、植えていきましょうか。とりあえず今日はもうこれだけ植えちゃえば。よいしょ。逆か。逆なんだっけ？そっちから行かなきゃいけないんだっけ？はいはい。よいしょ、よいしょ、そうだね、左から右だ。よいしょ、苗が小さくて可愛いでしょ。
よいしょ、よいしょ。よこせ。歩くのがね、大変ですからね。よいしょ。よいしょ、ゆっくりせ、ゆっくりせ、ゆっくりせ。よこせ。よいしょ。下がデロンデロンですからね。よこせ。へい。あ、ちっつ。ちぎらなくてもいいか。タアサイもね、意外と壊れやすいんですよね。千葉時代はパオパオかけて、パオパオの方がね、あの被膜としてはほぼ完璧になるのでね。防虫ネットは1ミリだと割とすり抜けてね、結構虫食われることはありますんで、意外とね、パオパオの方が。被膜効果は高いですね。ただまあ保温になっちゃうんでね、結構蒸れちゃったりしてね。昔は何も疑問もね、あの持たずにパオパオ貼ってましたけど、さすがにもうこの高温でパオパオは無理ですよね。 100% 蒸れちゃいますね。よいしょ。今日はさすがに畑仕事してる人は誰もいないですけど、よし、よし、田植えみたいなんですよね。まあ雨がね、まだ午後からも降ると思うので活着は問題ないと思いますが、
よいしょ。はあ、よいしょ。ツラをね合わせなきゃいけないんでね。ツラっていうのはこのラインのことですね。ツラとかドンツキとかね、関西とかいろんなところ地方に行くとなんかね、そういうの呼び方とかいろいろあって面白いっちゃ面白いですよね。若干地方によって違いますもんね。まあ、と適当に、よいしょよいしょよいしょ、まあこの続きもまたどうせね植えていくので、よいしょ、30メートルあればね、何株ぐらいですか、これで200だから、ね、30メートルあれば800とか1000株ぐらいになるのでね。昔は多彩よく作りましたけど、はい、半分植えて防虫ネットをベタ掛けして終わりですね。一番難しいのが歩くってことですね、これね。抜けない足が。よし。よし。足が抜けない。あ、くそ。歩けねえや。足腰も弱ってるしね。よいしょ。よいしょ。よいしょよいしょ、ちょっと外側を歩けば大丈夫な、この縁のところがねちょっと弱いんね。よいしょ、もうちょっと、よいしょ、よいしょ、よいしょ、穴開いてないのか。
はい、よいしょ、はい、はあ、はあ、よいしょ。防虫ネット張りましょう。よし。防虫ネット張っていかないとほぼ 100% ね、虫に食われちゃうんで、タアサイはね。また雨が降ってきましたか。植えてねえな。はい、今日はもう泥んこ遊びでございましたね。なかなか大変でございました。
雨降ってきましたね。はい、終了。はい、今日はもう撤収しましょう。雨の合間でね、なんとかターサイとね、ターサイまだまだこれから来週が本番ですからね。まだ10月ですから、11月入って植えても今年は暖かいんでね、多分大丈夫だと思います。はい、ということで、葉物がね、半分ちょっとまで来ました。あともうちょっとですね。今週末関東行って帰ってきてね、ズドンズドンズドンとまだまだ葉物まいてきますんでね。はい、以上でございました。ターサイを植え付けている百姓農園の動画でした。あ、エンドウがね、発芽してきましたね。エンドウをお見せしましょうか。12月ぐらいになればね、パオパオに変わります。エンドウくん、はい、綺麗に出てきてますね。まあ全部雨がこれだけ降りゃ、それは出てくるわけですけどね。エンドウくんが発芽しておりますね。半分ね、残りの半分はね、11月の真ん中あたり、できるだけ後ろに引っ張ってね、これはあのこの前半は早く欲しい。できれば3月中、3月の終わりとかから出荷始まって、そして後半がね、5月になって取れるというような、ね、感じでね、うまくこうずらせればなと。だから3、4、5とね、まあ3ヶ月は言いませんけど、2ヶ月は取りたいなというふうに思います。遠藤ね、はいはい、遠藤くん綺麗に発芽しております。はいはい、それではまた。